皆様どうもこんにちは、葵です。はい、というわけですね、前回ニッシーのランデブーのリリースを記念した動画っていうのを上げさせてもらったんですけども、ついに来ましたね、ニッシーのランデブーのミュージックビデオのリアクション動画を撮っていきたいと思います。これさ、ミュージックビデオさ、俺出ないと思ってたからすっごいね、びっくりしました。で、今回このランデブーが公開された日なんですけれども、ニッシーとしてのデビューシングルどうしようかをリリースした8月6日、10年前の8月6日に公開されたっていうわけでね、ニッシーの10周年を記念して作られた楽曲と言っても過言ではない、そういう風な記念すべきね、楽曲っていうのを皆さんと一緒に見ていこうかなっていうふうに思います。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、というわけで早速見ていきたいと思います。レッツゴー。なんかめっちゃ出てくるな。かっこいい。なるほど。あ、いや、カメラワークえぐ。ちょっと、今回さ、ちょっと、やばいな。やばい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 。やばいぞ、これ。何がやばいかって言ったら、今回さ、ミュージックビデオにさ、いろんな人出てくるんやんか、そのニッシー以外の。まあ、これもまあ、珍しいなっていうふうに思ってないけど、なんでかなっていうふうに思ってたの。ちょっとね、ミュージックビデオのいろんなところを切り取っていくんだけど、例えば、ここ、とか、ここ、とか、こういうところ。ここ、ここ、ここ、とかね。で、何が言いたいかっていうと、いろんな愛の形っていうのがあってもいいよねっていうようなミュージックビデオだ。それの、何がやばいかって言ったら、先日ね、AAA の新井慎二郎さん、ファンミーティングで、自分はゲイだと、同性愛者だと、っていうものを発表したんよ。すごい大きなニュースだったし、まあ俺もずっと AAA 好きだったから、それにはすごいびっくりしたんやけど、でも、そういう愛の形っていうのがあってもいいよね。いわゆるセクシャルマイノリティって言われてる方たちに対してのメッセージ。いろんな愛の形があっていいよ。そんな自分を愛してあげてねっていうようなメッセージがあるって考えるとさ、なんかすごいその、なんていうかな、タイムリーすぎるんよ。だってこれほんま1週間前、2週間前の話なんよ。慎二郎が告白したのが。会場にもメンバー、ね、宇野ちゃんとか、シュートとか、ね、ダッちゃんとか、西持ってっていう中でさ、そういう風なね、メンバー愛がさ、もうこのミュージックビデオで感じられて、ちょっとね、もうそれだけでもダバいんですけども、感情が泣きそうなんですけれども、みたいなっていうようなさ、ミュージックビデオなんだって思うと、すごい感じるものがあるなっていう風に思いましたね。で、シンプルにたびたび出てくる西のカットがマジで噛みすぎるっていうそういうことね。ね、男同士、女同士、いろんな愛があっていいじゃないかと。これでグランデブー、グランデブー、グランデブー。おしゃれすぎ、まずこのカット。レッツゴー。ね、いろんな愛があるんよ。そこにすれ違いもある。ありますか皆さん。もちろんね、男と女、女と男、そのカップル、そういう付き合いの中でもいろんなことあるよね。うまくいって楽しい思い出だけじゃなくて、いっぱい喧嘩したりとかすれ違ったりとか、なんで自分のこと分かってくれないんだみたいな、そういうことあるやんか。でもそれはどの愛にもあるんよ。男と男、女と女、いろんな愛の形があって、そこにもみんなと同じような
恋愛の仕方っていうか恋愛の形っていうものがあるんよ。どんな愛の形があってもいいし、それをしっかり認めてあげる。セクシャルマイノリティなんて言われてるけど、それがああそうなんだ、でもそういう愛の形もあるよねっていう風な、言うたら広い心を持ってね、なんだこの人変な人だなっていう風に、そういう風なね差別的なね目で見るんじゃなくてね、いろんなことをね、認めてあげる。そういう社会っていうのを作れるんだよっていう風な、そういうミュージックビデオなのか、これって。すごい優しさがあるよね。やっぱ日清の曲には、彼が作るエンターテインメントには、愛と優しさがっていうのがすっごい込められてるんよ。それがすごいね、ファンを魅了する大きな要因だと思うよ、俺は。てか、雨のカット神々しいな。なんで日清とさ、雨とかさ、日清と水ってさ、なんでこんなにもマッチするんだろうなって思う。一気にエロくなるよね。この色気の出し方、本当になんか、この見せ方っていうのが、そう、日誌ならではっていうか、そういうものを感じますね。カットがいちいちかっこよすぎるんよ。一個一個のカットにいろんな意味が込められてるなっていうふうに思うよね。Let's go. お、いいねー、こういうの。夏っぽいし。ねえ、最高やね、綺麗。すぎるって、あなたのお顔綺麗すぎるわ。最後の花火のカットとかもそうやったけどさ、いろんなさカップル愛の形っていうのが一つの花火を見てね、同じような気持ちになってるはずなんよ。この人と一緒にこの景色を見れてよかったなと、この思い出っていうのはこの人と作れてよかったなっていう風に、それってさ別に男女だけじゃないんよ。その気持ちを持てるっていうのは、そういうのをさ最後にドカーンって持ってくることによって、今回のこのランディブっていう曲のテーマっていうものを明確にしているわけ。ていうかさ、このミュージックビデオがなかったらこの曲の捉え方とかっていうのがまた変わってと思うのね。それをこういう風なミュージックビデオにしていくことによって、ただニッシーの歌が上手いとか曲が綺麗とかそういうものにとどまらずに、社会的なメッセージっていうものをミュージックビデオを見せつけることによって、自分たちにも何か考えさせるきっかけっていうのを与えてくれる。本当にこの一曲でどんだけいろんな人の人生だったりとか考え方っていうのが変わっただろうって思うと、こんだけ影響力がある人がこういう曲を作ることってすっごい意味があるし意義があると思うのね。それこそ進次郎が自分はゲイだっていう風に公表したことっていうのも、進次郎と同じセクシャルマイノリティって言われてる LGBT の方々にどんだけ大きな勇気を与えたかっていう話なのよ。そういうところをさ一個一個考えていくと、本当にトリプル A っていうグループっていうのは活動休止 してるのにもかかわらず、どんだけ魅力的なグループなんだっていうね、愛が止まらんわけよ。だから俺はいつまでも10年後20年後になろうと、絶対にこのトリプル A というグループが活動再開するのを俺は待ち続けるし、いつまでもね彼らをね俺は応援し続けるよ、ファンでい続けるよ。完全にオタクが出てしまってるんですけどそういう風な気持ちにならさせていただきました。本当に素敵なミュージックビデオでした。ありがとうございました。はい。
い、というわけで今回はニッシーのランデブーのミュージックビデオのリアクション動画を撮らせていただきました。いろんな愛の形があっていいんだよっていう風なね、多くの方を勇気づける、そしてそれを美しいミュージックビデオで描くという、本当にニッシーらしさ全開の素晴らしいミュージックビデオやったなっていう風に思いました。自分もね、そのアーティストとして一体じゃあ何を発信すればいいのか、何を歌に込めればいいのかっていうところもいろいろね、またこのミュージックビデオから学ばさせていただいたなっていう風に思うし、やっぱり自分のアーティスト像としては自分の曲を聴いてくれる全ての人を救おうだなんて、そういう傲慢な考えはないけれども、少しでもね、毎日がねちょっとでも楽しくなるような、前向きになるような、そういう風な歌っていうのをこれから作っていけたらな、歌っていけたらなっていう風に思いました。ニッシーの作るエンターテインメントマジで愛溢れてるなと思った方は高評価、チャンネル登録でぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。